将君とマネージャー、信頼の絆が生む奇跡のエピソード。騎士君が語る。マネージャーとの意外な日常と支え合いの真実。神宮寺由太の裏側、複数マネージャーとの独特な関係に迫る。芸能界における成功は、個々の才能や努力だけでなく、その背後に存在する強力なサポートチーム。特にマネージャーの存在が大きく関与しています。 彼らの役割は単なるスケジュール管理や SNS の更新にとどまらず、芸能人の生活全般にわたる支援を行い、深い信頼関係を築き上げています。この信頼関係こそが、芸能人の成功を陰で支える重要な要素となっています。この記事では、具体的なエピソードや人物像を通して、芸能人とマネージャーの関係を探り、その真相に迫ってみたいと思います。まず、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーである翔くんと彼のマネージャーとの関係について考察してみましょう。翔くんとマネージャーは同年代であり、まるで友達のような関係を築いています。選ぶらず自分の荷物は自分で持ち、周りの人々に対しても気遣いができる彼の姿勢は多くの人々から噛んだと称賛されています。このような人柄が、 彼とマネージャーとの間に強い信頼関係を築く一因となっているのでしょう。将軍の例からもわかるように、同年代のマネージャーとの関係は、親密さと相互尊重を育む重要な要素となっています。一方で、北山博光と彼のマネージャーとの関係も興味深いものです。北山はジャニーズ時代からの知り合いであるマネージャーと強い尊敬の関係を築いています。 彼は自分のスケジュールや SNS の投稿を自分で管理しており、そのプロ意識と自己管理能力の高さを示しています。このような自主性は、マネージャーとの信頼関係をさらに強固なものにしています。彼らの関係は、プロフェッショナルな領域においても高いレベルの協力と尊重が必要であることを示しています。また、芸能人とマネージャーの関係について考えると、 タレントとマネージャーがどのようにして信頼関係を築き上げているのか、そのプロセスも興味深いです。例えば、日常の小さなやりとりや共に過ごす時間を通じて、相互の理解が深まっていくことがあります。これは、単なるビジネスパートナーシップを超えた人間同士の関係構築のプロセスです。例えば、騎士君がマネージャーと過ごす時間の中で、 彼の謙虚な態度と素直さが自然と育まれていったことがわかります。彼がマネージャーにカレーパンを取り過ぎたと叱られるエピソードは、彼の日常の一端を垣間見ることができる微笑ましいエピソードです。しかし、この小さなやりとりの中にも、騎士君がマネージャーを信頼し、尊敬している様子がうかがえます。このようなエピソードは、信頼関係が日々の生活の中で少しずつ築かれていく様子を示しています。 また、北山博光の場合、彼の自己管理能力の高さがマネージャーとの信頼関係を支えています。自分のスケジュールや SNS の投稿を自ら管理することで、彼はプロとしての責任感を示しています。このような自主性は、マネージャーに対する信頼を裏付けるものであり、同時にマネージャーも彼に対して高い信頼を寄せています。この相互の信頼が、彼らの強固な関係を支えているのです。 将君と彼のマネージャーの場合、同年代であることが大きな要素として働いています。彼らはまるで友達のような関係を築いており、互いにリラックスして接することができます。将君が自分の荷物を自分で持つというエピソードからも、彼の謙虚な性格が伺えます。こうした性格が、マネージャーとの信頼関係を深める要因となっているのです。神宮寺雄太の場合、 複数のマネージャーとの関係が彼の成功を支えています。彼は一見のんびりとした態度を見せることが多いですが、その裏にはマネージャーたちの支えがあります。彼の依存的な態度は逆にマネージャーたちとの強い信頼関係を示していると言えるでしょう。彼が業界のプレッシャーに対処するためには、このようなサポート体制が不可欠です。芸能人とマネージャーの関係は、 まさに成功のためのパートナーシップの模範であり、その背後には見えない努力と献身があります。マネージャーは単に業務をこなすだけでなく、芸能人の心の支えとなり、彼らのキャリアを成功へと導く重要な役割を果たしています。彼らの仕事は決して華やかではありませんが、その努力と献身があってこそ、芸能人は輝くことができるのです。 こうした関係の美しさと重要性を再認識することで、私たちは芸能界の成功の背後にある人間ドラマに感謝し、称賛することができます。マネージャーと芸能人が互いに支え合い、信頼し合う関係は、どの業界においても見習うべきものです。彼らの成功物語は、単なるビジネスの枠を超えた、人間同士の絆の強さを示しています。このような関係を築くためには、 マネージャーもまた高いプロフェッショナリズムと共感力を持つ必要があります。マネージャーは芸能人のニーズを理解し、彼らのキャリアを支えるために全力を尽くします。その結果、芸能人とマネージャーは相互に信頼し合い、共に成長していくのです。芸能界の成功物語の背後には、こうした強力なサポート体制が存在しているのです。また、 タレントが持つ個々の魅力や才能を最大限に引き出すためには、マネージャーの細やかなサポートが不可欠です。例えば、タレントが新しい挑戦をする際には、マネージャーがその背後で準備や調整を行い、タレントが安心してパフォーマンスに集中できる環境を整えるのです。こうした細やかな配慮と支援が、タレントのパフォーマンスを最大限に引き出し、彼らの成功へとつながるのです。 私たちが芸能人の輝かしい成功を見るとき、その背後には必ずと言っていいほどマネージャーの存在があります。彼らの献身的なサポートと信頼関係があってこそ、芸能人はその才能を存分に発揮することができるのです。このような関係を築くためには、日々のコミュニケーションと相互理解が不可欠です。芸能人とマネージャーが共に歩む道のりは、決して平坦ではありませんが、 その先に待つ成功の果実は努力の結晶と言えるでしょう。最後に私たちは芸能人とマネージャーの関係について改めて考え、その重要性と美しさを理解することができました。彼らの関係は単なるビジネスパートナーシップを超えて真の信頼と尊重に基づくものです。このような関係が芸能界における成功の鍵となっていることは間違いありません。これからも 私たちは彼らの成功の背後にある見えない努力と支えに感謝し、その素晴らしい関係を称賛していきたいと思います。そして彼らの物語が他の多くの人々にとってもインスピレーションとなり、理想的なパートナーシップの模範として輝き続けることを願っています。私たちはまた芸能人とマネージャーの関係から学ぶべき多くのことがあります。例えば、 信頼関係の構築には時間と努力が必要であり、それを継続的に維持するためには、お互いの価値観や目標を理解し合うことが重要です。これは、どのような職場でも通用する教訓であり、プロフェッショナルな関係を築くための基本です。さらに、芸能人とマネージャーの関係は、相互の尊重とコミュニケーションの重要性を強調しています。 芸能人が自分の意見や感情を正直に伝えることができる環境を作ることは、マネージャーにとっても重要です。逆に、マネージャーがタレントのニーズや感情に敏感であることも、成功するための鍵となります。このような相互理解とコミュニケーションが、強固な信頼関係を築くための基盤となるのです。また、芸能人とマネージャーの関係は、私たちに協力の重要性を教えてくれます。 タレントが個々の成功を収めるためには、マネージャーの協力とサポートが不可欠です。同時に、マネージャーもタレントの成功を支えるために、他のスタッフや関係者と協力しながら業務を進めることが求められます。チーム全体が一丸となって取り組むことで、初めて大きな成功を収めることができるのです。